アラブイスラーム学院の入り口アラブイスラーム学院は東京都港区元アザブにある在日サウジアラビア大使館付属の文化センターであるイマームムハンマドイブンサウードイスラーム大学の東京文校である日本語版ウェブサイトを開設している設立は1982年2019年12月14日より施設は一時閉鎖中 クラス授業は別場所で2020年1月6日から再開。イマーム・ムハンマド・イブン・サウード・イスラーム大学の世界に数多くある文庫のうちの一つであり、サウジアラビア王国の政府予算から拠出を受けている。日本とアラブ・イスラーム圏との相互理解、友好関係の強化を目的とし、アラビア語教育など、アラブ・イスラーム文化に関する情報提供や交流活動を行っている。 ネイティブの講師により、アラビア語で授業が行われるのが本学院の特徴で、初歩から初めて2年間で、アラブ諸国の中学、高校レベルの基礎的な生息アラビア語を身につけることを狙いとしたカリキュラムが組まれている。昼間と夜間の2つのクラスがあり、昼間は月曜日から金曜日までの毎週5日10時14時、夜間は月曜日、水曜日、 金曜日の毎週3日18時30分20時30分に授業が行われる。奇襲者はレベルチェックテストに合格すればレベル2から学習可能。学生数は昼間、夜間の各30名ずつが上限となっている。受講資格は日本国籍あるいは自国の大使館からの推薦状のあるもので、加えて昼間クラスが18歳以上の高卒以上。 夜間クラスが15歳以上の中卒以上であることが条件となっている。また、レベル4まであるが期末試験に合格して終了したら、イマーム大学より基礎アラビア語課程の学位が正式に授与される。本田光孝一によるアラビア語書道教室、アラブ文学、日本語アラビア語間翻訳などの講座がある。不定期ではあるが各回のテーマに沿った。 学院内外からの講師による研究発表を行っている。これまでのテーマには日本とアラブの文化交流について、サウジアラビアと日本から新時代の戦略的パートナーシップ、サウジアラビアと日本における情報通信技術などがある。2003年より毎年1回、大学院生、大学生、専門学校生、高校生を対象として、 学院内外から参加者を募り開催している。初回から第12回まではアラビア語オリンピックとして開催されていた。競技種目はアラビア語タイピング、アラビア書道、アラビア語スピーチであり、一種目から参加できる。アラブイスラーム学院は日本とアラブ世界との文化交流においてその一翼を担っている。様々な活動を通してアラブ世界を日本に、日本を アラブ世界に紹介している。日本語、アラビア語版両方でのホームページの作成。2015年5月20日、東海大学がアラブイスラーム学院と連携に関する覚書を締結した。同覚書はアラブイスラーム世界との相互理解を深める教育プログラムを両校で連携して開講し、両国の友好関係の進化につなげることを目的としている。調印式は日本。 サウジアラビア国交樹立60周年記念行事の一つとして実施され、東海大学の山田学長やアラブイスラーム学院のアル・オマイム学長、両学の関係者だけでなく、サウジ王族や中日サウジアラビア大使も列席した。全体としてイスラーム原理主義に近い立場をとっている。一般者向けの部分では、イスラームは多宗教に対して寛容であり、 キリスト教徒やユダヤ教徒と共存してきたと主張している。キリスト教徒が書いたイスラームとの友好を歌うコンテンツも掲載されている。イスラームは侵略戦争及び単なる死理死欲のための戦争を禁止し防衛戦争のみを認めていると主張している。ただし、イスラームの布教は善あるいは良い言葉によってなされ、そして最終的なところに武力が位置づけられるのです。 として、非常に慎重ながら、イスラームから、異教徒への布教を目的とした、攻撃戦争を認めるかのように取り得る文言も、存在している。現実のサウジアラビア王国は、市政権の及ぶ範囲に支配者の定義する、イスラームに基づいた秩序を貫徹させることに、熱心なイスラーム原理主義国家ではあるものの、イスラーム原理主義の武装組織と違い異教徒との、戦いに、 積極的なわけではなく、むしろ新米国家である、当学院のジハードに関する考えの穏健さはこのことを反映しているという見方もある。ありがとうございます。